はいどうも、アスカリヨシです。皆様、お久しぶりでございます。いやちょっとね、最近、バイトも、学校での勉強もちょっと忙しいので全くもって動画上げられなくてすいません。前動画撮った時はね、なんか1ヶ月に1回は必ず出しますみたいな感じで言ってた気がするんですけど、全然出してないですね。本当に申し訳ないです。で、今回なんですけど、実はですね、ライブ配信できるようになってました。いやー嬉しいね。昨日なんですけど、たまたま間違ってね、なんかプラスボタンみたいなやつが今回なんか YouTube の画面の真ん中にあるんですけど、たまたまそこ押しちゃったら、なんかあれ、なんかもしかしてライブ配信できるみたいな感じになって、前まではなんかその1000人達成しないとライブ配信できないから、なんか顔洗ってなんか出直してこいクソボケみたいなね感じで抱えてたんですけど、なんかあれ、なんかこれ設定ができるってことはライブができるってことなのかなと思って、設定したら、あーライブできちゃったと思って、一応昨日ねテストライブっていう題名で出したんですけど、いやーできるようになったかと、ついに、もうついですよ本当に。まあ時間があれば前みたいにね、あのライブ配信とかねしていきたいなと思うので、皆さんはねよかったら見てご参加ください。はい、いつになるかわからないけどいつになるかわかんないけどね、まあ前みたいにね、ちょっとスクエスとか、あとは他の音ゲーとかね、ライブ配信できたらなと思っております。で、あとなんですけど、ちょっとこの機会にね、動画投稿も復活しようかなと思ってまして、やっとかやった話なんですけど、ちょっとね聖地巡礼系の動画とか、まあミューズの聖地巡礼とか、二次学の聖地巡礼とか、まあ、あの辺東京なので、ミューズ二次学とか、二次学アニメ2期やる前にちょっとね、聖地巡礼の動画とか出してみようかななんて思っちゃったりしてます。はい、なので出した時はよろしくお願いします。ということで動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画ライブ配信でお会いしましょう。アスカリヨシでした。それではじゃあの、バイバイ。